皆さんこんにちは。こんにちは。シエスタヨミタン FM ランチ金曜日担当シングでございます。ザオリクでございます。お元気でしたか一週間。ドキドキしながらザオリクやっておりますよ。兄さん、なんで高笑いやねん。ゾリブ手がプルプルしてるね。プルプルしてる手が。プルプルしてる？うん。気にすんな。そんなことは気にすんな。そんなことは気にしない。はい。そっか、じゃあ頑張っていきましょう。兄さんこっち側お願いしましょうね。オッケー。今日何月何日？7月25日？26だよ。嘘？あ、26か。26だよ。もう26だよ。じゃあ俺の腕時計はずれています。何日？25日になっております。振ったら治るんじゃない？ならないならない。あ、そうなの？ちょこっと伸ばしてくるってやったら。ちょこっと伸ばしてくるってやったら。治ります。ほー、なるほどね。いやー。今日兄さん。なんだい？金曜日じゃないですか。うん。今日は7月の月末じゃないですか。うん。テーマ何ですか？テーマはですね、不休やな。うん。言っとこうと思って。先に言っといたらいっぱいメール来るかなと思って。高笑いしすぎやで。相変わらずあれやな、うん。段取りがあると。すごいでしょ。段取りがあると。ドキドキすんな。カッチカチやな。ドキドキしてんの今。ザ・ブングル並みやで今日。すごい脇汗びっちょりですよ。じゃあ、それ今日のテーマですね。はい。テーマフリーでやっておきます。あ、月末なので。月末、何でもいい。皆さんの普通なお便り。普通歌をお待ちしております。なんでいいの？面白くなくていいの？うん、もう面白くなんて、もうザオリク以外は面白くなくて大丈夫ですから。お、言うてくれるやないか。お前ハードル上げたな、お前。気づいた。今緊張してるかと思ってハードル上げたやないか、今。ザオリクの面白い話だけは聞きたいです。ザオリク今日はヒヤッとするお話ですよ。あ、そうですね。それもできたら、時間がね、うん、まあまあ喋ってね。なくなければね。そう。なくならなければええかなー思ってますけれども、うん、まあまあやっていきましょうか。いきましょうか。で皆さんの、はい、今日のメール、メールですね。メールアドレスザオリクお願いします。はい、メールアドレスは、はい、fm786@fmyomitan.co.jp fm786@fmyomitan.co.jp ですね。はい、ありがとうございます。こちらへと読谷のホームページのメールフォームからも送れますので、うん、どうぞそちらからバシバシよろしくお願いします。お願いします。あと、シンゴリン、ザオリク宛てと送っていただけると。そうですね。それだと楽チン。うん。探しやすい。うん。楽チン。本当に楽チンだと思う。FM みたいにね、大人気ですから。おいろんなところにね、メールが行きますので。はい。ぜひぜひ、よろしくお願いします。はい。それでは。いやじゃあ1曲目、ザオリクさんお願いします。1曲目。今日の1曲目はですね。はい。僕が持ってきたんですけども。何ですか？カバー曲です。もうこの曲聴いたら最近の若い子は踊り出すんじゃないの？あーって。うん。行きましょうね。Playing it.
はい、聴いていただいた曲はですね、はい、カバーなんですけれども、はい、大好きなプレインイット金太郎、金太郎ではないあれ、なんて書いてる、この外人さんの名前ね、じ、え、じいさん、じいさんなのかな、じ、じ、これん、これか、名前わからんけど、でもジリさん、どうも、あれだな、I'm ジリジリジリ、誰か英語読める人連れてきて、連れてきて、 G I LLE LLE、 これ G ってやるかな、ジリ、多分ユタシクさんあたりが読めるんちゃうかなーと、ユタシクさんよろしくお願いします。今日はなんだっけ、来る途中で、うん、めっちゃ混んでたんですよ、うん、で、うん、なんでこんな、いつも10時半ぐらいにお家出るんですけど、うんうん、なんでこんな混んでるのかなと思ったら、うん、今ってほら夏休み、サマーバケーション、みんなご家族で乗ってわーわーしてはったんですな。あー、やっぱね、ちょっとね、先週ぐらいから混んでんのよ、やっぱ。あと音市場のライブは無事終わったんですけども、うんうん、音市場に目指して、うん、あ、こう進んでる時も、うん、すごい道が混んでまして、はい、なんでどうしたんだいって思ったら、ちょうどその月曜日から夏休み、うん、でしょ、月曜、ああそうだね、土日も含めたらもう、ああそっかそっか、そう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 、結構休んでるで、あいつら、チッチチッチ言わないよ、本当にあのね、夏休みお母さんで大変、さっき言ってたな、毎年思うけど大変、もう嫌になるもん、もう嫌だった、あれだもんな、なんだっけ、飯炊きババアだもんな、飯炊きババアですよ本当に、朝昼晩朝昼晩で、あいつらラジオ体操今年もやってんすか、やってます、もう朝5時に起きてます、しかも姉さん昨日徹夜ですよ、昨日ちゃうか、一昨日か、人というのは支え合って、うん、生きていく、あ、何ですか、ずっと徹夜、それそっち、うん、ずっと徹夜だったらある意味すごいけど、すごいけど、うん、それもしんどそうやな、2日ぐらい徹夜されたら、うん、ちょっとめんどくさい、うん、いやめんどくさい、なんていうの、意識が飛ぶよちょっと気抜いた、寝てたもんマジか、なので昼間1回ちょっと1時間ほど寝ましたが、よし、じゃあ報道中寝たら、慎吾の鉄拳が嫌やわ、すごい嫌やわそれ、グーナ、グーナで平手でお願いしていいですか、ほら俺知ってんだ、何何、男女差別したらダメって教えられてるからそこは差別しよう、めっちゃ差別しようしよう、ダメ、本当ですよ、兄さん今週なんか夏休み始まってこの1週間何やりましたか、夏休みありましたない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 、一般社会人やからない、社会人だからない、ないの、夏休みなんてないな、ないね、やっぱ大人も欲しいよね、うん、夏休みね、欲しい、あれ何やりたい、夏休み2年ぐらい夏休みしたいね、そうかんないニートやニートニートっていう、じゃあニートね、最近すごい言い方がありましたよ、何、あ、俺こういう言い方だったらニートでもいいかなって思ったのが、一級在宅死って言ってる、一級もう一個あるわ、自宅警備員でしょそうそう、すごい、誰が考えたのな、うん、ニートやろうな、そう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 あと何だったっけな、ね、うん、CO2 クリエイターって人もいた、何それ CO2 クリエイター、何作るの、 CO2 作るの、二酸化炭素だけ吐き出してるっていう、うわー環境に悪いわ、そうそうそう、素敵でしょ、そういう暇があったら仕事せえと思ったけどね、ほんまやな、ほんまやで、暑いんやから暑いとこで働きんかもなあ、でも夏でもまだ未だに僕あれですよ、何ですか、布団で寝てますよ、まだ浦添寒い、俺の部屋が寒い、ありえへんわ、ゴーヤーでか、ゴーヤーは、うん、わかんない、もう風が通る通る、ゴーヤ何本取れた、ゴーヤゴーヤゴーヤごめん、なんかゴーヤね、徹夜が徹夜が徹夜が残ってる、あれから6号7号9号まで取れてます、なんで1本も持ってけえへんの、あ、じゃあなんで持ってけえへんの、青虫がちょっと食べてたやつ持ってきます、いやええわ、ちょっと普通のちょうだいの、黄色くなってたやつ持ってきます、黄色いの食べたことある、ないない、甘いねんて、あれ虫が食ってんじゃないの、黄色いのって違うの、うん、なんかちゃんと売れてるんだって、なんか甘くなってますよって言ってたよ、マジか、だからサラダにしたらうまいとかって、ウエーウエーって言うな、なんか苦いと思って食べてるのに甘かったらウエーってなりそうじゃん、あーでもパパイヤもそんなんでしょ、いやパパイヤ売れるのと売れてないの食べるのと一緒じゃん、うん、知らない、パパイヤだってナイチではフルーツさね、嘘、そうだよ、青パパイヤはうちなんちはほらサラダとか、あれ粉にしたらお肌にいいなんて知ってた、粉パパイヤ洗剤洗顔ってのがあるのよ、何そのなんかちょっと何なんその女子力、腹立つわ、パパイヤ洗顔っていうのがあるのよ
姉さん、慎吾姉さん久しぶりじゃないですか。いやいや、そうなん、そうそうそう、でザルグ、はい、ザルグ忘れてるけどコーナーも行こうぜ。行く、やっぱ行った、うん、コーナー行った、まだあんの、コーナー行っとこ、まだあんの、いっぱいある。じゃあ行きますか。あ、でも前回のもあったかな、ちょっと調べといて。調べとくわ。じゃあ兄さん歌っといて、行くよ。あなたの萌えシチュエーション教えてください。ラー、今日も言うた、下げすぎやろ。あ、ごめん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 、はい、ごめんごめん、はい、どうぞ。下げすぎやろ。下げすぎた、ね、下げすぎやろ。今日はビューの方言った、うん、ラの方言った、ララの方、うん、この前ほら、ゆきひろのパパさんがようさん送ってくれてくれたでしょ。そう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 。他にあんの、まだ。あ、やっぱ男子はあるって。いろんなところで。萌えシチュエーション？背中のこと言ったっけ、俺。言うてへん。背中の綺麗な人好きです。ボーボーな人は？ボーボーはね。ボーボーな人おるやん、たまにも、女子でも。あれはね、最近流行ってるでしょ？モンスターズインクって。あれ、ユニバーシティに連れて行こう。お兄さん来てはるもんな。そうそうそう。あ、ほんま？そう。背中の綺麗な人ね、うん、素敵。やっぱ好き？そんな女性は好き？あのね、ほら、ドレス着るでしょ、うん、結婚式とか。あ、後ろが開いたやつね。開いてるやつつけてる人いるでしょ、うん、やっぱうちなんちなんでしょうか。はい。背中がね、やっぱりちょっとね、はい、汗も的な、汗もニキビ的な、背中ニキビ的なやつが多い人がいるんですよ。あー、それでも、うん、なかなか気づけへんよね。でしょ、背中。背中気づけへんね。そこをね、綺麗に手荒れ、この、してる人いるっすよ。はぁ、あ。あれね、好きっても。これ、あれやね。エステ行かなかな。そうそう。そこまで気にしてる美意識、好きっても。大変、女って。うん。あれ大事よ。まあ。うん。まあ、頑張りますわ。そうそう。もう、姉さん、ほら、国籍変えなあかんほど焼けてもたんで。そう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 。パパイヤ洗顔で洗ってください。粉にせなあかん？なんかね、売ってたよ、昔。粉のやつがあった。うちのおかんが使ってた。じゃあ、作ってね。うん。兄さん。あれでもあれだ。普通に販売してたと思う。じゃあ、買いに行きますわ。オッケー。じゃあ一旦 CM でーす。まずは聞いていただきましょう。はい、テゴマスで、あいあい傘でーす。
はい、聴いていただいている曲はテゴマスで、あよいガッサでーす。テゴマス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 。テゴ、テ、テゴマス。テゴマス。マス？マスになってる、マス。なんだっけ、名前なんだ、テ、テ、テゴシさんと、マッスル？マスダ岡田違う。なんだっけ。マッスルって芸人いなかった？だ、芸人じゃねえよ。あ、芸人か、あの人、外人。外人だな。外人さんも帰りはったんちゃうかな。帰ったのか、あの人。いたね。いたよね。よう、出てましたね、なんか出てたよね。ね出てましたよ。懐かしいことよう覚えてはんますね。なんか、ふと出てきた。ほんまやね。じゃあ、そんな感じでですね。はい。じゃあ、沙織くん。はい。この、あいあい傘、雨降ってるよっていう歌に乗せて、天気予報でもお願いしましょうかね。雨降ってへんのに？そう、でも、やばいよね。そろそろ。そう、それもあるんですよ、兄さん。行きましょうか。オッケー、お願いします。7月26日金曜日、沖縄気象台発表の天気予報です。はい。沖縄地方は太平洋高気圧に覆われて晴れています。本島中南部は晴れ。降水確率はお昼12時から夕方6時までは 10%、うん、夕方6時から深夜12時までが 10% です、うん、日中の最高気温は33度、風は南西の風、波の高さは 1.5 メートルです、うん、26日から明日27日にかけておおむね晴れますが、ところにより雨があるでしょう。沿岸の海域では本島地方と八重山地方で波がやや高く、多少波があるでしょう、うん、本日も高温が予想されます。熱中症など健康管理にご注意ください、うん、それとですね、夏休み中は海でお出かけすることが多くなりますが、はいはいはい、子供だけでの海や川へ近づくのは大変危険なので、必ず大人の人と一緒に行きましょうね。そうだね。あと PM2.5 は少ないです。今日も喘息の人大丈夫です。今日も少ない。今日も少ないです。で、うん、新聞情報によりますと、うん、沖縄県、うん、あと2週間ほど晴れが続く予報なので、雨は期待できません。ほんま？なので、ちょっと皆様、そろそろ、うん、お水、大事に。節水してください。そうやな、物が開いたら唾飲んだらええね。それは、何やろう、あの風船の空気を吸ったらええねんみたいな、あの、なんか小学生的な発想ですな。プラス昭和の発想な。ほんまやな。ほんまやな。いやいやいや。そうちょっとね。天気いいのはいいけどね。せやねんな。カラッカラですね。うん、寝てる時に雨降ってくれればいいんだよ一番。あ、それ涼しくていいかもな。うん、ちょっとあ、でも寝る前に雨降ればいいんだな。寝る前に降って、ね、あ、そっか。そしたらずっとあ太陽出てへんか、涼しいか。そう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 。うまいな、うん、だって昨日なんか一生懸命あの近所のおばあちゃんも水やりしてたよ。あの水雨降れへんから。おじいちゃんおじいちゃんどうしよう、ピッチピチなんてどうしよう、そうそうそう熱い、おじいちゃん熱いでしょーって。おじいちゃん分からんってごめん、うち想像したら笑って笑ってもた、やってもた、気をつけて。うち今年あのほらね、夏休みっていうことなので、うん、あの今年じゃねえわ、今年も、うん、夏休みなので、うん、あのあれ自由研究に子供の、うん、トマトの栽培がしてるんですよ。あで、あの苗からじゃなくて種から植えて、うんうん、芽の成長をやろうって言って、うん、10個植えたんですよ、うん、10粒、うん、2個生えまして今日やっと、うんうん、で、あのあ生えたってこう感激してたら、うん、当の宿題する本人は無関心という、え、おーみたいなもういつになるのね、ママみたいな、え、早いな、って分からへん。あいつ、そう、あいつか、あいつやな、長男の方やな。あ、長男の方か、うん、まあ、まだほら次男の幼稚園生か宿題ないね。あ、遊びほうけてるだけやね。そうそうそう、そっかそっか。だからトマトってほら30度超えたら甘育ちにくいよって言われてるのに、トマト植えちゃったわけですよ私は。あと日向に、日陰に置いてね。え、うん、日向だとあんまり良くないかもしれない。マジか、うん、特にあの芽がというか安定するまでは、葉っぱとかが。うち今電話してきて言いました早く避難させて、ベランダのうちが置いてって言うた方がいいかもしれない。日陰がいい、日向がいいかなと思ってて、前作ってた時に、うん、ほうほうほう、なったんですけど、あれ何ですか、種から植えました兄さん。その時は種からちゃんとやっぱ生えました。生えた生えたんだけど、生えるんかな、ちょっとずつ落ちてきたので、なんでかなっていろいろ調べてみると、まあそういうことだった、そういうことだったのかみたいなって思いました。そう、じゃあちょっとコマンさん、兄さん家のベランダ置いとくんでお願いします。断る。あ、でもね、僕のこの知り合いの人もゴーヤ育ってるんですけど、はい、俺のゴーヤ育たんって言った。あ、見てドヤ顔。ちょっと待って、ドヤ顔今。そうなの、うん。もうね、話しただけで大体分かったも
やっぱ栄養不足ですか、うん、肥料はちょっとあの牛糞入れてんだけどって言ってたんだけど何やった赤のか牛糞は牛糞入れて植えるでしょ、はい、植えたっきりなわけよある程度伸びてきて追肥してないって言ってて、うん、それ何待ってどういうこと追肥って混ぜる、うん、下混ぜる違う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 ある程度ほら芽が生えてくるでしょいやで芽が生えてきてである程度の一定の高さになったらちょっと実とかがなってくるとやっぱ肥料が足りなくなってくるわけですよ栄養不足やな栄養不足やなそういう時に追加するんですよ同じ土か違う肥料肥料肥料、うん、ただその肥料も僕の知り合いがよく間違ってたのは、うん、すぐ栄養を補給してほしいっていうことで植えている葉っぱの横に肥料を撒いたんですよ、うん、そうすると枯れるからね肥料強すぎてなんなんだからちょっとある程度の距離を持ちながら植えつつなんなんある程度の距離が分かれへんねん。なんなんどうしたらいいの俺とザオリ君の距離みたいな。あ、オッケー、オッケー、わかった、よし。わかった。それぐらいの距離で見てみて。絶妙。よし。そんな感じで植えていただければね。わかった。後ろ振り向いたらおらへんけど、なんか気配だけ感じて。そうそうそう。こう、農業長に聞いて何でも。うん、オッケー、うん。そんな感じで。そうか、トマトで困ったら電話するわ。オッケー。でも俺トマト、しないでよトマト嫌いだから、嘘情報を流すかもしれない。やめてください、もう。普通に Google 先生聞きまーす。お願いします。じゃあ、今日もですね、じゃんじゃんメールが来ているので、はい、もう、テーマフリーなので、どんどん皆さんからのメールお待ちしております。お待ちしておりますよ。FM 読みたんのホームページからでもメールフォームをお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。宛先には新事ザオリクでよろしくお願いいたします。お願いします。もう、あれみたいやったな、お経みたいやったな。怖いよ。怖いよ。怖いよ、スタジオも寒い。じゃあ早速ですね、はい、おラジオネームですね、はい、キャーニーからあキャーニーや先週キャーニーが来てたからキャーニー抱きついたらすんごい嫌な顔されてザウリクそうそうそうちょっとザウリクへこんで帰って引きつったねヒーっていう顔してたやろヒーって顔してたやろ残念、ね、でもねそんな先週のことも書いてありますダリクさん、はい先週は観覧っていうか FM 読谷まで行けてよかった、はい、おいザオリク姉さんに、はい、圧倒されなんで人見知り恥かさが倍増でしたがなんでよでも絡めて幸せでしたあなんでちょっと待ってちゃんと呼んでちゃんと呼んで絡めて幸せでした幸せでしたって書いてでしょおまっちょっとよかった PM2.5 で目がそんなに荒くない荒くないなかった細かいほんと、うん、慎吾ちゃんもなんとなくありがとうおいそうだ、ね、また何かしら持って遊びに行くねお願いしますそうね、ねお菓子もらっていっぱいくれたねまた食い切れてないねあれ本当？もう食っちゃった俺ようやく食い終わりましたよようやくっていうか、まあ、あれ一回食べると止まらないあ本当、うん、うち一回水挟んで飲んだ食べたよあなるほどねカサカサですわみんなの練習の時にもみんなにも分けたもんちょっとそれずるい、うん、でもねあれね一本じゃ足りないと思ったみんな確かにそうやな今週はお仕事でユースト見れないけど、はい、お家帰ったら見ようと見てくだされユーストデーだけど二人の顔声見たいなぁ、はい、と言うてみますはい慎吾ちゃんのことをイケメンって言うてるケニーの友達には絶対合わせないからだよということで今日もラジオファイッツってことでケニー多分その友達目悪いわいやいやいや分かってんなその友達の名前まずちょっと来週教えてじゃその子にちゃんとラジオ聞かした方がいいよそのラジオの顔とのギャップがさなんだっけラジオに来た時の写真を見て見せたわけおでなんか LINE でどうたらこうたらって言ってたよじゃあもう LINE ではどうたらこうたらか、うん、君もそろそろスマホに変えなあかん LINE やろ LINE やろあれやろ LINE や LINE 撮りや運動場とかに引かれてるガガガガガってあれやあれかあれあれかあれよう間違うて怒られたんや怒られたんや曲がってるでザオリックあれ消すやつもいいんだよなまた後ろからそうそうパッ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 そうそうそう何の話やねんって小学校の思い出進まへんで今日もじゃあザオリックほらもう位置変わったから安心しきってるわけ安心しきってるおじいちゃんみたいにしとこダメダメもうダメダメもう慎吾姉さんお茶はまだかだってもうメール読まれへんもんそうやな、はい、だってほらあはいじゃあうんうん50秒でよし50秒では諦めよう、うん、CM 明けにメールはお届けしようそうだね、うん、もう半分回っちゃったね兄さんあと30分明けぐらいにでも、うん、あのザオリクのほら来月なんかするんでしょう、ね、やるんですよやるっていうかあのゲストにお呼びいただいたのでそのちょっとね情報も、うん、紹介しつつそうお届けしたいな人話
してくれるんだろうね。人話やろうか。いいよ、なんか言おうと思ったやつやろうか。あ、じゃああれ持ってくればよかったね、効果音。まあそれはまた後々やるし、後々やね、ありがとうございます。まあそれも来月もね、その辺を企画しておりますので、はい、わかりました。ぜひぜひあのザオリクの怖い顔、はい、怖い違う、メイクをした顔お待ちしております、はい、じゃあ一旦 CM でーす、はい。はい、ということで FM 読谷からお届けしております、システム読谷 FM ランチ金曜日担当慎吾です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。この言い方最近ちょっとハマってます。一本読み、一本読み息継ぎ何の変化もなく聞いてさっていうね、そう、おもろいな。省エネ、省エネ、省エネかな、省エネ今すごい、ご気分すっごい気も省エネではなさそうです。じゃあどん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 ザルクメール来てるからね、はい、読みましょうね。はい、お願いします。はい、こちらはん残波岬、うん、これ風車でいいの、うん、風車、残波ロイヤル、うん、お菓子御殿、青い海、あー夏休み、夏や真夏日やビーチの水着ギャルを妄想中の肉体労働限界寸前エロパワーで戦う妄想やつです。一息でいった、長いなね、あ以上です。まだあるやろ。あービーチ行くならどこ行くって。ああ兄さんどこ行きます、ビーチ。海、あのね、海、海ほら沖縄多いでしょ、うん、海って大体でも沖縄だ、沖縄来て思ってんけど、うん、うちばあちゃん家の家の前でも泳げると思ったわけ、うん、でもばあちゃんは汚いからあかんって言うわけよ、うん、でも内地から比べたら水が青いから行けんねん、うん、けどおばあちゃんからしたらあかんって言うわけ、うん、この基準何なんですか。でも東海岸は基本的に綺麗ですよ。だよね、うん、開発されてないから、ね、ただ僕がちょっと今までこの海が綺麗っていうことで海を選んでたんですけれども、うん、この間ビーチパーティーを茶壇の海でした時に、うん、このね茶壇の海はね、うんうん、やっぱ外人さん率が高いんですよ。高いですね、ほとんどいますね。楽しい。本当ですか。楽しい。もうあれやな、ほら私あの男性陣はなんていうの、いいね、ハーフとかね、フローターとか好きでしょ、うんうん、今なんそこだけあ違ったハーフは偉いの、うちなんで最後のフォーター偉い英語なまりフローター、うん、じゃあ聞いても分からへんの、合ってんのか間違ってんのか分からないけどね。そうなんでなんかね、でやっぱほら外人さんって、うんうん、なんか日本人とは違うエロスがあるでしょ。
あーでもメリハリがあるな。そう、セクシーさがあるでしょ、セクシーさがある、セクシービームが出てるわけですよ。出てますね、海で、うん、なんでね、楽しい、ほんと楽しい。でもね、ちょっと困ったのは、はい、友達になった小学生がいたんですけど、うんうん、そいつらと遊んでる目の前で、うん、チュッチュチュッチュしてんのよ。あ、カップルが、そう、外人が。あーもうそれは混ざってたよ、かって。 I love you, I love you, I love you みたいなね混ざっていけ、もうもうよくわかるムキムキやもん、あいつら。あ、まあ、男性の方、そう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 、そうね、しょうがないもん、それは。うち1回1回でもガス、何だっけ、レストランとかでやってるの見たよ、うん、日本人がね。え行くやろ、日本人が、日本人が、もう周りのお客さんドン引きですよ、うん、日本人がそんなことできるのかい。もうあれなんじゃ、もう2人の中でよかったんじゃ、アギジャビ用だね。もうこの世の中、日本も終わっとるで。びっくりするわ。でもさ、うん、ちょっとそういうことやってみたいよね。そう、うん、そう、それぐらい、二人の世界に入りたい、入ってみたいよね。あ、そう、うん、そうか、ザオリク姉さん、世間的にするのかも。でしょ、それをね、やっぱ振り切れる、うん、アホさ。ああ。ちょっとほら、そういうことやめなさいなるでしょ、うん、なるなるなる。なるでしょ、うん、そこを、ふふ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 ふ娘に止められます。さすが。ママあかんって。ママあかんって。二人の世界はあれやから。大人やな、うちの娘も。大人はあかんわ、うちも。見たらあかんでって娘に言われんかった言われんかったけど、何やったっけ、自分で見ないようにしてました、やっぱ子供は。あ、そう、子供がおるとこではあかんわ。あかんわ、あれ。でもそれ。子供に見せるもんちゃうで。でもね、そういうことしてみたいな。そう、うん、じゃあもう、頑張って。外人と付き合ってみようか、俺。英語力つけないかんよ。英語力つけない。うちらがやってたのあやふやな英語じゃあかんねんで、兄さん。I love you と、うん、I need you と、うん、チャンピオンだけでいけるチャンピオンの単語でいけるかな。 OK なとね、うん、ノーとな、そうそうそう、イエスとな、大体言えるな、言えるな、もうこれで完璧や、大体8割言えるな。そうそうか、そう、ずっとしてたんだね。外人が多いとこに行きたいわけやな。なんかね、なんか好きだったよ、あれ、すごく。これ、読谷にもビーチあるでしょ、うん。カデナもありますか。カデナあるかな、カデナわかんない。あ、なんか、ゴーパチ沿いにありますね。あ、ほんと、カデナに、日本人も入れるとこありますね。あ、ほんと、ネーブルカデナのちょっと前、手前らへんかな。へ、知らんことは。そう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 、まあ、でも、海が綺麗なところに行きたいんだったら、やっぱ北部か、東海岸側。あ、そう。北部綺麗。あと、読谷も綺麗。やっぱり。あ、ほんと、うん、なんだけど、やっぱ、で、人工ビーチになると、やっぱ、まあ、沖縄の人からしたら人工ビーチやなって思うけど、お、水着いっぱいやないか。ってはなるね。目の保養やな。そう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 。その辺ね。目の保養や。目の保養。行こうかな。行こうかな。お尻追っかけようかな。ほんまやな。またやっぱ、昼エロになってるから。さあ、戻ろう。さあ、戻りましょう。じゃあ、続いての歌ですね。はい、シンゴリさん、ザオリクさん、ハイタイユタシクウニゲーサビラです。はいさーい。もしかして1曲目はジル。うん、ジル、ほら、ジルだ。いや、さすがイタシク。ジリーって言ってなかった？ジル、ジリー、ジリーって言ってた。ジリーって言ってたでしょ？ジル。の、フライングゲット、英語カバーでしたでしょうか？すごいな。さようでございます。すごいな、イタシクさん。ジルと書いて、ジルと呼びます。なるほど。G-I-L-L-E と書いて、ジルと呼びます。じゃあ、ザオリクはジレって呼んでたのね。私も CD 購入しまして、また先月ジルのライブを東京で見てきました。そう、すごい、外国の方ではない、マジか、マジか、宮崎県出身の女性ボーカルです。ハーフやないやないか。兄さん騙されよった。パッケージ外人やないか。びっくりするわ。小学校の時から英語をやっていたそうなのですが、歌とは違って MC は宮崎弁丸出しのトークでとても笑えます。このギャップがすごいですね。うん、すごいね。ザイルクさん、8月半ば頃にはお店に取りにお伺いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、わかりました。ラジオで伝える内容ではありませんが、いえいえ、つい読んじゃった瞬間です。半ばですね。お待ちしております。ではでは、ゆたしくうにげさびらさんからでした。ありがとうございます。
そうか。でも板宿さん、ね、8月半ばに沖縄に来られて、今はほら友知さんが、リスナー友知さんが沖縄のどっかで釣りしてるはず、ね、釣りしてるよな、釣りなんかして、ユミタン来ないでから釣り行ってるはずよ。取ったどうってやつだね。でもほんま、うん、まだ見てへんわ。去年釣れなかったやつを取ったどうって言ってたよ、うん、マジか。兄さん釣りします？釣りもやってない。もうやってないの、うん、昔やってた。ほら、一時期マレーシアから帰ってきたあたりに、はい、運動禁止令が出て。何したの？ほら入院寸前だったので。ああそうそうそう。なので運動すんなって言われたけど、うん、お家にいるのは嫌だなと思って、うん、釣りを始めまして、うん、ただ俺は魚を釣りに行ってます。友知さんは、うん、浪人アジタドとか、うん、カツオだとか、なんかお魚ね、食べれるやつ、うん、この限定して魚を行ってるんですけど、僕はそこにいる魚を釣りに行ってます。じゃあ何でもいい。そうそうそう、上がればいいですよって。何でもいいですよって言いたいね。いたな何や、今日は懐かし特集か。懐かし特集、名前が出てこないです。ほらあの人ね、あの人ね。じゃあザウリク、もう時間もわずかになったから、はい、ザウリクの告知も兼ねて軽く。そうですね、はい、来たる8月10日土曜日ですね、怪談降臨の怪談夕涼みっていうのが流亡ホールの方で行われるんですけれども、はいはい、うん、これ6月の方で紫村 FM 読みたんも一緒にやった怪談降臨の、はいはい、小原さんと諸見里杉子アナウンサーが来られてやったと思うんですけど、うん、これがまた8月の夏場、8月10日土曜日に、うん、やります。那覇市流坊ホールにて。何、はい、こちら怪談降臨のメンバーによる怪談夕涼みが開催されます、うん、第1部はですね、うん、声道団による、朗読琉球妖怪大図鑑、うん、こちらですね、子供向けなんですね、第1部。あ、そうなの。なので、うん、お昼3時から夕方5時までが中学生以下は無料、うん、で大人の方が500円で入れます、うん、で第2部、うん、第2部の方が沖縄発ユースト怪談番組怪談降臨の人気コンテンツから、うん、怪談 DJ のアンクルカヤさんの怪談パラダイスと、うん、小原武さんの実録琉球怪談、うん、諸見里杉子アナウンサーによる朗読怪談降臨をします。うん、そして私、なんとゲストで呼ばれました。イエーイ、喜べや。パチ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 、ザワザワザワ。このゲストを迎えての会談座談会をやります。はいはいはい、イベント盛りだくさんです。この第2部が夕方6時から、夜8時まで。うん、で中学生以下の方は500円で、うん、大人の方が1500円ですね、うん、でただ、未就園児、うん、幼稚園生以下の方は入場不可となっておりますので、うん、こちらだけちょっとご了承いただきたいなと思います。でも後ろで子供が泣き出したら怖いな。怖いな。これ多分ユーストでまだ生放送もされると思いますよ。じゃあ皆さん有料チェックで、はい、ぜひ来てください。はい、よろしくお願いします、はい、じゃあザオリク、3分ぐらいしかないけども、何かつい最近のでいいですか。つい最近って一昨日なんですけど、何かありましたでしょうか。なんとですね、うん、あ、やめとこうか。一昨日のはやめとこうか。一昨日のはやめとくのかい。ちょっとこう本気で怖かったので、あんまりちょっとナオなやつじゃなくて昔の。そうだね、私の高校生の時のお話をお願いします。高校生の時に国際ローリーはよく幽霊が出るってご存知ですか、シンゴニーさん。知らへんの。知りませんか。知りまへんな。沖江通りとの T 字路、うん、国際通りをまっすぐ行く道と右に曲がれば沖江通りに出る道、わかりますか。昔ダイナハが立っていた通りですね、うんうんうん、あの道ですね、うん、よくついてくるんですよ。ついてくる。何がついてくる。ついてくるんですね。私夜、うん、深夜2時ぐらいですね、遊びに遊んでてですね、うん、そろそろお家に帰ろうかなと思って、うん、バイクを取りに行ったわけですね、うん、一人で、はい、深夜2時なので、うん、もうね、飲み屋さんも終わってて人もまばらでしょ、うん、でとことこバイク置き場まで歩いて行ったら、うん、一定距離を保って歩いてくる女の子がいたんですね、うん、私と同じ年ぐらいの10代ぐらいの、はいはい、でもこのいつもバイク乗れば行くんかと思って、うん、ゆっくり歩いていたら、うん、この子、距離を保って私が止まると止まるんですよ、うん、で、これはまずいので、うんうん、あ、これは来たなと、はあ、
やっぱ分かる、ね、そう、あこれはまずいぞと思ったので、うん、そのままバイクに鍵かけてエンジンつかないんですね、バッテリーが上がってるんですねこれ、うん、あこれ帰れねえパターンだなと思って、うん、でとりあえず引き返しのまた国際通りに出る道まで歩いても、うん、この子もずっとついてくるんですよ、うん、でその後バスがもう出る時間、うん、5時ぐらいになったのでバスで帰ろうと、はいはい、でバス停に行ったらこの子まで20メーターぐらい近づいてきたんですね、うん、これはまずいな、お塩も持ってないしどうしようと思って、うん、バスが来たので、うん、乗ろうとしたらあれ大丈夫乗らないのって言われたの、運転手の人に、うん、後ろの人大丈夫ねって聞かれたんです、うん、でうち一人やけどってなんであの子乗りたがってるよって言ったんだけど、うん、この子ね、うん、私の1メートル先まで近づいてきてました。マジかよ。そう、真っ黒でしたけどね、ええ、だからおばあちゃんにそれ話したら真っ黒な幽霊は危なかったねって、ってご飯食べなさいって言われてそう、近づいてくるで、そういう話をしてんだね、しちゃうんだね、ちょっとほら、まあ、トリハードベイビー、そう、うん、怖い怖い、まあぼちぼちですな、怖い怖い、これはな、そんな怖くはないな、怖い怖い、まあでも、うん、黒いのは危ないので来たら逃げましょう、見えへんから、見えへんから大丈夫、俺ら見えへんから、そんな話するんでいっぱい来てくださいね、うん、皆さん、有望ホールです、土曜日、これ今のは序の口ホールで、そうですね、うん、まだあと14個ぐらい持ってますんで、わかりました、はい、じゃあこっちで一旦 CM でーす、はい、はい、ということでお送りしておりますシエステムタウン FM ランチも、もう残すところあとわずかとなっておりますけれども、こちらでですね、まずお知らせからいきたいと思います、はい、県外就職、うん、面接説明会開催についてのお知らせです、はい、この夏県外のお仕事を探すなら、うん、お盆前のこの時期はグッドタイミング、グッドタイミング、働く人、大募集中の本土企業が沖縄市 J-WOM のジョブステーションに大集合ということで、7月27日、あ、明日ですね。土曜日、10時から5時まで、うん、お昼、夕方5時までですね。はい、沖縄市の J-WOM ジョブステーションにて、1日限りですよ、うん、の面接説明会を開催。うん、この機会にぜひお越しくださいねっていうことで、うん、FM 読みたんでもネット面接ができますって書いてある。嘘、え、そう、何それ、何なんそれ、何それ、ちょっと気になる。後でちょっと聞こう。ネット面接って何、そんな今緩くていいわけ、うちの時スーツも着てから行ったわいな。え、シェアで、シェアでやって。シェアで、そう、就職活動なめんな。えそんなんでいいの、ちょっと。いいな、うん、現代子に生まれたかったなということで、うん、以上 J-WOM より県外就職説明会のお知らせでしたということで、
皆さんぜひぜひ行った方がいいわ。一級在宅死にならないでね。うまやわ。自宅警備員にもなったらあかん。あかんで。そう、みんな働いて。はい、じゃあ次行きましょう。うん、池間哲郎、講演会のお知らせです。はい、夏休み最後の日曜日、うん、親子で知って感じてほしい話がここにあります。懸命に生きる子供たちと題して、国際支援の現場で出会った子供たちの、どんなに過酷な状況でも家族を大切にする心、うん、日本人にこそ知ってほしいこと、うん、8月25日日曜日受付2時30分、うん、開演、3時、読谷村文化センター中ホール、うん、参加費は2000円、うん、保護者同伴の場合はお子様は無料なお、うん、でなお席に限りがございますということで、あ、なるほどね、ご予約は FM 読谷、うん、098-958-7860、1時よりギャラリーにて展示会も開催、ぜひお子様とご一緒にご家族でお越しくださいということで、池間哲郎講演会のお知らせでした。はい、いやー、読谷文化ホール、うん、後ろか、中ホールって、中ホールか、うん、ぜひぜひ皆さんお越しください、はい、まあ8月だからね、ゆっくり、そうだね、時間がありますので予定を合わせてくださいなと、はい、あとですね、うんうん、駆け込みでメールがまだまだありました。はい、じゃあ読んじゃいましょうか。はい、ですね、ラジオネーム、うん、夏さんです。おう、夏さん。はじめましてでしょうかね。はじめましてじゃなさそうだ。初中見舞い申し上げます。申し上げます。こんにちは、春です。春さんじゃねえか。ここで間違ってるんだよ。春さんじゃねえか。連日厳しい暑さが続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか、うん、そうですね。沖縄の暑さのピークはいつ頃ですか。あ、今じゃないですかね。うん、でもこっから長いからね、はい、私はアイスの食べ過ぎでちょっと体重が増えてしまったので、うん、脱アイスしたいと思います。会社の健康診断があるのでメタボ扱いされないようにしなくちゃだわ、うんうん、お二人もセミの食べ過ぎには注意しましょうね。そうね、タンパク質気をつけようね、うん、それではお体に気をつけて頑張ってくださいませ。はい、ザオリックさんの怖い話楽しみにしております。はい、ありがとうございます。シンゴリンはマレーシアいつ行くのって言ったからインドネシアだから。インドネシアだから。ね、うん、あそこら辺一帯が一緒やな。あの辺。多分フィリピンも入ってるね。来週何、うん、この辺をね、そう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 、いじっていくんで。いじっていくの、台湾いつ行くのとかって。今の自由とかね、言われるで。台湾もいいかな、台湾もいいかな。あとね、あとマレーシアでしょ、インドもあるで。あとあの辺だったらシンガポールも潰したね。そう。あの辺はもう行かないよ。行かないってよ。さあどうする？もう使われへんね。タイも行かないよ。今度近いな。春さんのことやからな。どんどんなんかあの辺狙ってくんで。やな。いやいや、ありがとうございます。でもね、美味しくセミもね、ザリク毎日いただいてるみたいで。そうそう、あ、でもね、最近もうピーク過ぎましたよ、セミは。あ、本当？いません、ほとんど。取りすぎたんじゃないか。もう短命なので、あの子たちも。あの子たち。食べ過ぎたのかなんなのか、すいません、ザオリキクさんほとんど食べちゃって。お宅の息子にやられたんじゃないですか。だから元気なのかな。うん。うん、あのアホな子ね。アホな子ちゃ、アホな子ちゃ、うん、いい子や、みんないい子や。いやいや。もうね、毎朝ね、夏休み入ってね、うん、ラジオ体操ばっかしてるでしょ。うん、もうね、ラジオ体操やっただけで筋肉痛なんですよ、私。ダッサ。ダッサでしょ。腰痛って痛って。ダッサ。もう、大変やわ。気をつけて、おばあちゃんなんだから。もうあんたもやりなはれ、もう夏休みぐらいは。な、ラジオ体操？うん。いやいやいや、今の子、第二踊られへん。踊られへんじゃんわ。やれ、やらへんから、第二を知らんねん。大きく、小さく、小さくやらないの？やらない。わかる。え、何それって。マジか、ショック。ショックよ。昭和と平成の違いやな。ショック。うん。じゃあ、僕もはい、残すところわずかになってましたけど、はい、お知らせの方よろしいでしょうか。お願いします。ですね、明日ですけれども、はいはい、手だこ祭り、うん、ティーダ、浦添市の手だこ祭りで、はい、うんじゃみでですね、はい、三大王朝祭りの一曲ぐらいでしょうかな。うん、10分ぐらいちょっと出させていただきますので、はい、で、ちょっとこれを機にですね、うん、うんじゃみも少しお休みになりますので。あ、そうなんですか。そうです。そうです。うん、あ、そうなのね。じゃあぜひ見に行かなければいけないね。ぜひぜひ足を運んでいただけたらなと思います。うん、あと無事、SNG ボリューム2も終了しまして、初出場のカピがですね、緊張のあまり、はい、2曲とも歌詞を飛ばす。ザオリクとしては、うちもほら、緊張してるから。緊張して、うん、わけがわからない。でもね、SNG のいいところ、うん、成長が見られる。おー。ケンちゃん来てたでしょ、うん、ケンちゃんやっぱ1回目ね、うん、緊張してたんですけど、うん、1回目よりは2回目少しは落ち着いたので、そういう成長の過程を見ていけるのが、うんうん、出来上がったアーティストじゃなくて、うん、皆さんで応援していただけたらと。そうですね。思いますので。最近ケンちゃん見ませんよ、私。あ、ほんと？近所でやめたんかな。
辞めるかもしれないあの人。あ、そうか、なんだよね、な。よろしくお願いします。あとじゃあザオリ君ももう一回お知らせ、うん、そうですね、うん、8月来る8月10日土曜日、うん、怪談降臨のメンバーによる怪談夕涼みですね、うん、こちら第2部の方で夕方5時から8時までゲストで私ザオリ君出ますので、うん、ぜひ怖い話を聞きたい方は、うん、来られてください。そうだね、ユーストでも多分配信されると思うので、うんうんうん、来てくださいね。もうそうだね。じゃあそのあたりにまた企画してやろうか。去年もやった。そうでございますね。誰がゲストも呼びますか。そうだね。怖がりの人がいいな。可愛い女子をそこにまた呼んで。怖いドキドキは好きなドキドキと勘違いするらしいから。吊り橋効果で。そう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 。悪いやつな。毎年悪いやつな。で男子が来た時は、うん、全然やれへんやろ。怖い話。なくなすやろ。そうそう。来たら違うテーマでこうするやろ。うん、あかんで。もうずっとやじって怖い話にしないっていうね。そうやな、盆も近いですからね。ああ、そうですね。そう、盆はザオリクママ、神奈川から帰ってくるので楽しみです。写真撮っといて見てみたい。そうですね。うん。あーって思います。こいつか噂のあいつ。あ、噂の天然もこいつかって。わかりました。なので、はい。ぜひぜひですね、ザオリクの階段降臨まで、うん。はい、ぜひぜひお願いいたします。よろしくお願いします。はい。ということでですね、今日も1時間フリーテーマでやっていきましたけれども、スタジオが寒い。寒いんだよね、さっきから。寒いです。気をつけて、はい、もう。先週映画見に行ったんです、そういえば。お、どうだった？アフターアースっていうウィル・スミスの映画を見たんですけれども、期待しなければ面白い映画です。うわぁ、なんなのその前情報、いらん。カルタの、やだもう。気になれば。じゃあ、モンスターズイング見に行きます。見に行ってくださいね。じゃあ、またねー。またねー。